ました。さあ、小林さんの後半戦は私らしい曲が多いと思います。はい、みんなしっかりついてきてくださいね。よろしくお願いします。Thank you.
ライブだとあんな感じなんで、まあ
いいかな、こんなノリで。で、今からちょっと怒涛のように趣味に走るので、まあ趣味だったんですけど、あの確実にあのなんていうの、一作品しかやらんみたいな、ダー一作品シリーズダーって今ずっとやるので、まあわからん人はちょっと覚えて帰ってくださいとしか言いようがございません。私のことをよく知ってるカシパーはですね、まあ、私だからこれ絶対歌うやろ、分かってるんだよこのジャンルはさ、みたいな、もう結構見透かされてましたけど、お待たせいたしました。はい、それ目当てで来られた方もちょこちょこおられるような気がするんですけど、まあ、ちょっとその辺をね、レンチャンで歌いたいと思いますよ。はい、じゃあまず、このシリーズ、多分一番基本的な歌になるんですが、まあ、知らない方は覚えて帰ってください。よろしくお願いします。
ますかというあのマクロスですね、マクロスという作品のですね、まあ、これはあの劇場版の愛を覚えていますかというあの劇場版の歌で、曲名も愛を覚えていますかというので、知らない方はぜひ覚えていってください。すごくいい曲でした、でもあんまり歌ってくれる人ちょっと少ないんでね、もったいないですね。じゃあですね、本当はちょっとゲストをね、まあここでも呼ぼうかと思っていて、まあ呼ぶんですけれども、実はねちょっとした事故がありまして、手違いがありまして、手伝ってくれる方がちょっとね変更になってしまいまして、まさかのまさかの助っ人だったんですけれども、私は最初この歌を一人で歌おうかなと思ってたんですが、いやーこれ一人ではちょっとやっぱ寂しいやろって言われて、本来助っ人を頼んでいた方が何と言いますか、なかなかちょっと大変な方でして、まあ急遽お願いした形にはなるんですが、もう一度の登場になっちゃうんですが、出てきていただきましょう。代役です。もう一回出てきた。すいません。いえいえ、こちらこそこんなご迷惑をおかけいたしまして。なかなかの大事故。そうですね、なかなかの大事故だったんです。まあこれはねちょっと身内の話と言いますか、ね、裏でちょっと控えておきましょうか、ね、動画撮ってる方とか全て見られてて、全て多分収められてたんですけど、まあ大変な事故でしたね。ちょっとね事故があったので今日私が言うことになりまして、ありがとうございます。いえいえ、お疲れなのに。いえ大丈夫です。はい、まあちゃんと多分私ねこれ女の子2人で歌ったことはないんじゃないですか。ないですね。まあんまり普段歌わない。そうですね、私も女の子の方のパートしかやったことがない。そうそうそう、本当にちょっとこれもこれはこれでまあありっちゃありなのかもしれないけど、まあね、はい、はい、まあ多分まあこっちの方が確実なので確実な方法を取り回して、はい、はい、本番に事故を起こすわけにもいかないので、なのでまあ確実な方法で強力な助っ人をお呼びしました。はい、では行きます。行きたいと思います。お願いします。
一人でやってると全然僕緊張とかしなかったんですけど、はい、入ってくるのめちゃくちゃ緊張するんですね。今更知りましたよ僕。そうなんですか。はい、あの多分、はい、知ってる人は知ってますけど、はい、大半の方が多分、はい、こいつ誰やねんって多分。あのさっきのゴキブリの一匹なんで。どんな話してたんですか。私全然聞こえてなかったんで。主に雨宮をディスってた。ディスられてたんですか。はい、私生活から。あ、私生活からディスられてた。あの山あいに住んでるからメールが届かへんとかいう話もあった。うん、うん、そうです。そういうのがあったね。なるほどね。はい、そうそう普通に話してるんですけど、まあまあね、胸騒ぎもゆるさん。はい、もゆるでございます。はい、まあ私の中では、まあ、あの出会った時ね、バサラやったんですよ。うん、多分説明わからないと思いますね今の。あのマクロス7は分かる方はどれぐらいいるのかな。あ、結構いる。結構いますよね。だって私の知り合い多いから。あ、そっか。じゃあもうあれやな、もう砕けて話してな、もうこいつらみんなアホや結構。え、結構みんなアホやろ。それあのよかった、俺も友達いっぱいできるって。もうライブ終わったらみんな飲みに行こうよ。ああ、はい、うん、はい、あのまあマクロス7好きな人はわりかし多いですね、やっぱり。ああ、そうやろうね。てか私がマクロス7バカや言うのは多分みんな分かってる。あ、みんな分かってる、はい、ああ、でももうこの話してへんからもう。あの5月26日ねさ、ゆすぎさんのライブ出させてもらったん、僕ら定期的としてさ。そうですね。その時の曲の打ち合わせする時に、うん、あのお母さんがキュンカラのくじでシャリル弾いて、弟がなんかやったけども、私一発でバサラ弾いてって言っても電話口からもうなんかよだれがビチャーって飛んでくるような感じやった。もうこの子はしたないわって思う。俺が弾いたからね。え、バサラが好きやっていうことを俺に言うっていう、そのもうアマビアにドン引きしたからね。もうなんでですか。私一切浮気はしませんよ。ああ、ありがとうございます。バサラはやっぱり私の中ではね、はい、マクロス7っていうのはバイブなので、はい、だからまあマクロス7を歌う男性っていうのは結構わりかし最近はいらっしゃるんですけどね。ああ、そうですね、わりかし増えてきましたけどね。やっぱり、まあ、森さんね、こういうライブとか出させてもらうきっかけにもなった人やし、私にとってやっぱりバサラやなっていうイメージがあるのでお呼びしたんですが、はい、まあ、ちょっとね、リハーサルの時ちょっとした事故がありまして、こういうことになったんですが、はい、もう存在が事故でしたからね。今日、俺、来ていいんかなって心の中で言うと思ってて。あ、そうですか、うん、今気づいてんけど、お前、ツベルクリンの跡あるな。それ言います。2個もあんだよ。すごいな。ちょっと今俺燃えたもん。燃えるところですか。すごい。うん、雨宮で初めて。あのそういう世代なんですよ。こう見えてもその世代なんですよ。ツベルクリンとかこうやる時代の人間なんで。え、BCG？ BCG？ あ、BCG かそれ。え、暗号注射とかいうやつ。うん。ツベルクリンに検索して BCG を。何それ？まあ、ハンコ注射っていう、こうそういう、うん、まあ、ちょっとだって、まあ、割とこの後残ってる人は割といるっちゃいるんですけど、うん、まあ、もう急に話ぶってあげるけど、天宮と一緒にカラオケ行ったことある人ほとんどですよ、多分。結構行ける。カラオケ仲間多いですよ。こいつの選曲ちょっとマニアックすぎません。そんなことないよ。大丈夫ですか。そんなことないよ。ついてきます。あのね、言っときますけど、来てる人間がみんなマニアックで、自分がメジャーやと思ってるものを主張してたら周りに、マイナーやでって言われる人間ばっかりですよ。あ、みんな甘いやと同類。はい、もう指さしてしまうけど、あの人たちもこの人たちも大体そうです。はぁ、残念。何なんで。だってね、マクロス7めっちゃいい曲じゃないですかね。いや、マクロス7はすごいいい曲ですけどね。それは認めてますけど、うん、もう僕も大好きなんですけど、うん、雨宮と同類かと思うと、もうみんななんか どっかしらあの真人間に見えて痛い人たち。私のこと何やと思ってるんですか。何を。え、チャック開いてる。コメントがなんかずっと出っ放しやね。猫バス。あ、猫バス。はい、そうなんですよ。はい、ここ MG ちゃうねんけど。そうなんですよ。え、そうなん。そうですよ、見てくださいよ。次の曲言いましょうか。早速言いましょう。はい、そういうことでよろしくお願いします。